さて中村さん、はい、もう共に決意のほどは戦前から伝わってきましたね。そうですね、まあ、やっぱり板橋選手あのクラッシュでタイトル取るって宣言してやっぱり石川選手も負けてから再起戦なので、まあ、やっぱり改めてそのクラッシュの、ファンの人だったり、まあ、クラッシュを見てる人たちに対して自分の強さっていうのをアピールしたいところでしょうし、その板橋選手がそのライズでチャンピオンになったその大会の時に昼間の新人戦の興行に後藤選手出てたんですよね。そうでしたね、はい、なので後藤選手からすればそういったもう本当ある意味雲の上の存在だった選手とこう戦うチャンスが来たっていうのは、はい、まあ、厳しい相手だと思うんですけど、その分自分のこう壁を越えるための、はい、チャンスでもあると思うので、お互いにとってテーマは違いますけど本当に再浮上というか出直しという意味では大事な試合になったかなと思いますね、はい、そんな中で小栗巻選手先方としてはスタイルは違いますけれども2人ともパンチを主体に戦ってきます。そうですね、板橋選手はパンチがすごく速い選手 で、はい、で後藤選手は逆にパンチ打たれてもどんどん前に出る選手、まあ、その辺の注目ですよね、うん、左かダウンを奪っています。板橋がまず開始直後距離を詰めてワンツートントンと放ったように見えたんですけれども、そこでダウンを奪っています。はい、まっすぐなパンチで、はい、ちょっと正面になったところで打ちましたね。後藤のダメージが心配です。コーナーに詰めて狙い撃ち左鼻先捉える顎蹴りで距離を取ります後藤。しかし膝も折り混ぜてのストレートパンチ。板橋がもうこの辺りも顔面にパンチを集中してきます。さらにボディへ、うん、バックブローは後藤、これも得意です。パンチを散らすのもいいですね板橋選手、さらに相当圧力も強い、押して押してというボディフックも織り交ぜての赤いグローブ板橋。さらに左フック左ストレートボディ効いてますね。押し込まれて回転技後藤が見せてきます。左フック2度目のダウンを奪いました板橋。小栗巻選手もう一気に決めてやろうというふうに見えます、はい、板橋もうそうですね、もう実力の差を見せつけるという気持ちでいますよねきっと。ただ板橋選手、まあ、僕から見ると以前よりもパンチのスピードキレがちょっと起きたかなっていうちょっと思ってるんですよね。それでもこの距離は板橋か、さらに膝から左ストレート。後藤も手数でなんとか返していこうとします。しかし直線的なパンチ、バックブローもしっかりブロックしての板橋、回れ出入りだという青コーナーからの声も聞こえてきます。ミドルキック、しかし左、ストレート、防戦一方か後藤。あと30秒ある板橋、ここもコーナー背負う形で後藤。あと1回ダウンを奪えば板橋の KO 勝利。ちょっとこのラウンドまたげたいですよね後藤選手。でも耐えたいところ、耐えるかどうか、耐えられるか。さらにストレートからフックアッパーもねじ込むような板橋のパンチです。ここでスタンディングダウン、試合終了、1ラウンド決着。60キロのベルト取りますんで、僕に注目してください。ありがとうございました。